船は残ったけど家は流された。漁港も漁具倉庫や仲買の工場も流された。仲間も近所の人も流された。町がそっくり流された。海は放射能で汚染され、魚も取っちゃダメってことになった。頼るものがなくなり、何にも考えられなくなっちまったんだ。私は漁業者で漁師をやってるんですけども、このまま待ってちゃ、ダメになると、町全体がダメになるっていうことで、相馬ではおなじみのどんこっていう魚、地元 の食文化をつないでいこうっていう意味でも、町が盛り上がっていくんじゃないかなって考えて、自分たちが、作った、物語です。自分たちの物語になっています。読み手をさせていただきます。菊池元君、漁師をしてます。よろしくお願いします。ふわふわの美味しいトンコのつみれ汁、ぜひ食べに来てください。トンコのつみれ汁いかがでしょうか。福島県相馬市から今日のためにやってきました。おいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、おーおーおー、ありがとう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 、あのね、あ、どうも、相馬からわざわざ、はじめまして、はじめまして、東京のリーダーで菊池さんなんですけど、あのやっぱり相馬市とかの漁ができないんでね、なかなか大変です。すみません、はい、よろしくお願いします。いろいろほら相馬の方行って頼むよって、はい、そうですね、なのでただ PR してもらえれば、はい、結構いいんだよね。写真撮りましょう、はい、はい、写真撮りましょう。じゃあ先生、牧島さんが前で、ただこうやっててください。ただ俺らこうやってればいい、こうやってればいい、ちっちゃくなる、少しこの辺、こんな感じでいいですか。はい、 OK ですか。 ありがとうございます。茶番にお付き合いください。おい、こちゃくてよ。あ、これ200円、呼んでお待ちになってください。ありがとうございます。200円です、はい、はい、はい、マッサージ係。わー、すごい、そういや、カレンちゃん誕生日ってあった、ありがとうございます。ありがとうございます。あったよ、そういえば10杯お願いします。マジ、大口、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。相馬漁師、相馬漁師、相馬漁師です。もうね、どんこへの熱い思いをちょっと語っちゃってもらっていいですか。どんこについて。はい。どんこ、どんこ知っとるけ。どんこ、お魚ですよね。どんこはエゾイサイナメっていうお魚で、タラカなんだけど。タラなんですね。タラなんです。タラなんです。そうなんです。で、白身魚でタラよりも身質が柔らかくて、特に肝が美味しいっていう魚。あ、肝いいですね。いいんです。魚が取れるまで待ってたら、地域の食文化だったり、地域の、まあ、漁師だけじゃない、ないわけじゃないですか。まあ、旅館、仲買さん、旅館があっての漁師なんで、で売り先があっての漁師なん でそういうとこをつないでいこうって、これのつなぎっていう意味でも、はい、まあ、加工っていうのってすげえ
今の時間だったらすぐにできると思うんですよね、うん、まあ他から仕入れて、ええ、相馬で取れる魚の他から仕入れて、ええ、相馬でその加工産品を作って、ええ、名産品を作ろうっていう時間にはまあすごく時間は有り余ってると思うんですが、それでまあ地元の食文化豚骨っていう、豚骨の魚本当毎日、はい、本当漁師家庭とかで毎日出てたような魚で、あ、そうなんですか。取れないことによってそれが途絶えるっていうのは、うん、子供たちはもう豚骨って知らもう忘れ去られちゃうわけです。もうそれこそ伝えていかなきゃいけない文化なわけですよね。そうなんです。ザツライト、ザツライト、これが振る舞われるどんこ汁。北海道や青森県産のどんこをつみれにしたものに長ネギ、わかめ、豆腐などを合わせています。どんこはタラの仲間なので、タラとよく似た味をベースにしつつ、口の中に力強く広がる魚のうまみ、コクみ。濃いけれどしつこくはありません。食感も独特で、つみれから想像される弾力を期待すると、いい意味で裏切られます。噛むと、ほろりと崩れます。醤油ベースの白だしとよく合うこと。これは、本当に美味しいものです。素材そのものが持つ美味しさ。手を加えすぎないうまさ。こちらは生きているどんこです。岩の間などで過ごしているのだそうです。アクアマリン福島の展示より撮影いたしました。始まり。いや、俺はごっちゃん。実を言うと、俺、父ちゃんから引き継いだ船で漁師をしてんだ。相馬の海はタコやカニ、カレイがどっさり取れる豊かな海なんだけど、みんなも知っての通り2011年3月11日に地震が起きて大津波がやってきた。小名浜に停泊していた 俺の船も流された。相馬の漁師たちは津波が来ると分かるとみんな沖に船を出して船を救ったんだ。津波と戦ったんだ。海の男は強いんだぜ。俺の船はというと津波には流されたけど運よく岸壁に引っかかってた。船底に穴は開いたけど海の底には沈まずにいてくれたんだ。父ちゃんが守ってくれたんだな。船は残ったけど家は流された。漁港も漁具倉庫や仲買の工場も流された。仲間も近所の人も流された。町がそっくり流された。海は放射能で汚染され魚も取っちゃダメってことになった。頼るものがなくなり何にも考えられなくなっちまったんだ。もう何もかも嫌になっちまって悶々としてたんだけど、ある時角神社で祭りをするって話になって、何でも神楽をするのに忍び絵や太鼓をする人がいるって言うんだ。俺ら若者は津波がなければ忙しくてそんなことを考えもしなかったけど、特にすることもねえし、ここは一丁町のためにってやってやろうって気になったんだ。そんな気になったのもその神社は角神社だったからじゃねえかな。みんなも知ってると思うけど、江戸時代大津波が来た時角神社のある高台があったから多くの漁民が助かったんだ。だから俺たち津波が来たらそこに逃げろってご先祖様に教えられてた。ありがてえ場所だ。お祭りは楽しかったぞ。昔の人もこれを楽しみに1年厳しい漁を耐え抜いたんだろうなってことがよくわかるんだ。神楽の打ち上げも大盛り上がりだ。なんせそこに集まってるのは相馬のために何かしたいと思った若者だろ。やっぱ町を盛り上げるのは俺たちしかいねえっていう話になったんだ。
みんな酒入ってるから大盛り上がりだ。みんなでやんややんやと町をどうすってという話になった。かぐらうようによ、相馬の楽しいスタイルもなんかねえべか。だな、なんかいいもんねえべかな。相馬の楽しいか、魂、ソウルフード。むむむむむむ、あれがどんこ玉、あれだ、どんこボールだ。みんなはどんこって知ってっか。どんこっていうのは相馬ではよく食べる魚だ。深海魚みたいにぬるっとしてて、あんまりにも不格好なんで市場ではあんまり見かけない。とにかく値段が安い魚だ。夕飯にどんこの煮つけが出てきたら、また納豆かよっていう感じで、またどんこかよと言ってしまう相馬ではおなじみの魚なんだ。でもどんこなしの相馬は考えられない。俺は漁師だから、下積みの頃から船の上で先輩の漁師に教わってまかないを作らされてきた。先輩の言うことは絶対だから、手間がかかる料理でも作らなければならなかった。そんな中で教わったのがつみれだ。どんこのつみれ、それがどんこボールだ。そこで俺はこのどんこボールで相馬を復活させようと仲間集めを始めたんだ。腰にどんこボールを下げ、こいつを使って一緒に相馬の町おこしを俺と一緒にやってくれって頼む。まあ桃太郎みたいなもんだ。まずは桃太郎に一番近い存在、犬にあたるメンバーだ。魚問屋の鉄、もともとはただの後輩だったが、震災後に神楽を一緒に始め、宴会で意気投合し仲良くなってた。鉄も相馬の町のためにどうにかしたいと思っていた。早速どんこの話を鉄に話したら、おお、それいいっすね、それで行きましょう、ノーどんこノー相馬っすね、と大乗り気になった。次はいつも控えめに一緒に頑張ってくれてる俺らの弟分、桃太郎で言えば猿のような存在、田町の商店街で頑張ってるってどうだ。大輔に団子ではなくどんこボールをあげたら大乗り気、一緒にやるよ、諸国会にも金するよ、ウキーンってことになった。そして大鳥はやっぱり鳥の生地だな。暴れん坊の幼馴染のしんちゃんだ。このどんこボールで奴の心を動かすぞ。これなんだか知ってっか。何こいつ、こきたねえボール出した。いいな、食ってみろって。一口口にすると食べた瞬間、しんちゃんは大粒の涙を流し、おもむろに大森山に駆け上り、こう吠えた。うめえ、うめどー。よし、たぶんこのメンバーなら桃太郎ならぬどんこ野郎だ。次は鬼退治ならぬみんなにどんこボールを知ってもらわなければ。俺たちは飛びかかってくるイベントにどんどん出店を出して、ノーどんこノーソーマーを掛け声に勇ましく売り歩いている。将来的には世界に打って出るぜ。ご清聴ありがとうございました。出荷されるものは全然心配がない。じゃあ行ってきます。まあそうですね、基準値内っていうか、まあ、出していいって魚しか出してないんで。そうですよね、はい。まあ、外交たちがどんどん相馬 PR 発信していくことで、どんどん、まあ、身の丈でできることをできるだけ、そうですね、っていうことはできる、はい。